さあ、それでは本日のカープライム、ヴィンテージタイムですけれども、ご覧のようにスバル対ランエボ、昔を懐かしむかな。ゲストはなんとスバルを代表するようなファンであります、マリアさん。はい、どうも、土屋さん、こんにちは。こんにちは、応援団長マリア高野です。皆さんよろしくお願いします。五島さんとマリオさんとどっちがスバル愛がすごいかね。いや、もう五島さんはもうサラブレッドで中島飛行機からの家系ですから、うん、もう足元にも及びます。おじいちゃんスバル作ってたでしょ、はいはい、航空機、はい、でお父さんスバルでしょ、はい、で五島さん今ねレボーグの3世代ですから、もうその血統にはかないません。すごいよね、はい、ということでこれはマイカー。はい、私の27年前20歳の時に買った初代 WRX です。マジで、はい、ずっと持ってんの。ずっと持ってます。はあ、これ俺はね忘れないわ、はい、俺修善寺で乗ったの、はい、修善寺でベストモデリングで乗った時に、はい、ランエボと比較したわけよ。でそれまでは俺長野で、そうだな、レオーネかなんか乗ってたんだよね、山の中で、はい、雪道練習用でレオーネ乗ってたの。でもほんとね、雪道以外はどうしようもない、ドアンダの車でもう四駆嫌いで、その舗装の上は。でこれが乗ったらさ、なんかもう GTR よりも軽快に動くし、 FR みたいに振り回せるし、なんですげえ車だろうって。もうあの当時のベストモーターニングのあのビデオ、95年の、もうあれはね、当時のインプ乗りからするともう伝説の映像で、あの土屋さんが、あの四駆ギアの土屋さんがですね、GTR いらないと思わず言ってしまう。もう本当に少年のように喜んで、もう車の挙動もね、 FR のように振り回して、もうあのインプ、私も当時もこれ乗ってましたから、もうあれを見てですね、もう本当に涙しました。軽い GTR っていう感じ。日産のスカイライン GTR は重い GTR で、あ、これはこれでいいな。だけどインプに乗ったら、なんだこれっていうぐらい軽い GTR っていう感じ、はいはい、もう本当に、ね、あの瞬間、あの映像は本当にね、もうインプ乗りの伝説で、あれ以来ですね、もう本当にあの土屋さんでも褒めた四駆なんだと。またその後にね、ランエボ3に乗られるんですよね、土屋さん。だその映像ではですね、ランエボ3はもうアンダーしか出てなくて、もう土屋さんのテンションがドーンと落ちてるのも、もう映像で丸分かりで、うん、早いけどなんかまあこんなもんでしょうみたいな感じで、もうあれを見てもうインプファンはもうガッツポーズ、うん、もうランエボ様見ろと、もうそんな感じでした。もうその伝説のね映像、今でもね YouTube ググったら出てきますけどね、皆さん見てください、はい、出てきます。いやだけど本当なんか俺の中でもびっくりした時だね、そのスバルってすげえなっていうね。なんかもう曲がる四駆って GTR 以外は考えられなかったんだけど、これが出た時はね、なんかスバルって恐ろしい技術を持ってるなみたいな、あ、なんかゼロ戦作った会社だみたいな、はい、本当になんかね新鮮だった。あ、まあその時三菱はちょっとかわいそうだったね。なんかもっとこう機械に頼って機械で曲げてるような感じで、はい、電線をオフにするともう全く曲がらないドアンダーでっていう、まあ四駆らしい四駆、はい、なんかもう本当にこう日産とガチで勝負してやる、 GTR とガチで勝負してやるっていう感じだったね。はい、まさか当時はもうすげえな、20年持ってんの。27年です。27年、はい、はあ、すげえ、そりゃすげえ。いや、もうあの映像がね、もうこの車を27年所有しようと思い続け、もうつながった一つの大きな要因です。あ、なるほど、ね、あの土屋さんのあの GTR いらないのあの一言が、ランエボにもう圧勝したあの瞬間、はいはいはい、まあ、ランエボやっぱり当時はもう本当にライバルで、もう本当にもう見たらですね、もう本当にあの関西弁でいうとこうメンチを切る、あの標準語で言うとガン飛ばすですかね、もう本当にね、僕あの下手れで運転も下手なんですけども、もうエボにだけは絶対負けないみたいな、そんな時代でしたから、そのエボにあの映像でもう土屋さんの評価が圧勝ということで、もう本当にスカッとした。いや、でも本当俺すげえ車だなと思った。もうあの雪道だけじゃなくて四駆でもこうやって曲がるんだなっていう舗装の上でね、ただそういう思いがすごく強かった車です。そこからさらに現代の、はい、ね、そうですね、これがつい最近まで WRX、 はいはい、はい、4世代目、はい、これがまあ初代4世代目です。俺からするとこの初代ってすんげえなんかこう人間味があった動きをするんだけど、これはなんかこう GTR みたいに速さを追求していって無駄をなくしていっちゃったな、だから面白さがちょっと欠けたかな。速さは確かにある、安定感と、はい、ね、だからこれも一緒よ、はい、
このライブはもう生産終了してるけど、やっぱこうこの時代までってスバルとこうね切磋琢磨して、もう世界中でスバルファンとライブファンが戦うみたいなね、はい、戦いはしないんだけど、はい、そういう状態だったよね。はい、まさにそうですね、はい、だけど本当なんかこうスバルもライバルがいなくなっちゃって、そうね、そうなんです。やっぱりねエボがいなくなってですね、まあ、進化が止まったまでは言わないですけども、うん、やっぱりこの時代はもう本当にエボとガチンコ勝負で、そうだよね、もう毎年ねもうトルク1キロずつこうアップしていったりとか、うん、そうだよね、何としてもそうね、車メディア の評価でですね、例えばラップタイムとかね、うん、筑波で何秒だとか、もうあと WRC でもそうですけども、うん、もう本当にガチで戦ってても本当に年々すごい進化をして、うん、やっぱりこのエボがこのエボ10で終わってしまってですね、うん、そうだよね、やっぱりこう相手がいなくて、うん、阪神巨人でどっちかいなくなるとやっぱりこう野球がつまんないみたいな、なんかそんな感じでした。なるほどね、はい、阪神巨人分かりやすいね。どっちかいなくなっちゃったら本当つまんないね。そうだ、やっぱりねお互い憎いんですけど、いる時はね、そうだよね、いなくなると困るという、うん、そうだよね、そうです、そうなんだよね。だから本当なんかこう戦ってた頃のスバルと三菱ってすげえ面白い車ばっかりこう作ってきたしね、ライバルがいなくなった今、はい、ね、これはどういう方向に行くんでしょうね。ね、もうだから世界とか、まあヨーロッパの高性能車とか、うん、まあ、ニュルブルクリンクのね、はいはい、耐久レースとかもやってますけども、うん、そうです、ライバルがやっぱりいない、いないよね、はい、そうなんだよね、国産でやっぱりこういうのがまた出てきてほしい。三菱ね、はい、本当三菱頑張ってよ、電気じゃないでしょ。まあ電気もいいんだけどもね、はい、ハイブリッドの方がまあ安心かなっていう、まあ、だけど本当になんか三菱はランエボを復活してほしいよね。そうすることによってやっぱりこのランエボファンもまたまた帰ってくるし、はい、ね、スバルファンはスバルファンでまたメンチ切って街中でそういう我々また盛り上がりますし、バチバチのバトルがあってもいいかなという感じがします、はい、初代から行ってみますか。はい、ありがとうございます。もうね、はい、自分がもう本当に20歳の時に買ったこの車、そしてあの映像でね見たあの土屋さんに、はい、今日こうやって見ていただけるともう言うだけでも本当夢のような、本当にありがとうございます。もう本当に神様に感謝という、今日はそういう一日になります。よろしくお願いします。さあ、それではこのヴィンテージタイム、マリオさんのマイカーチェック行ってみたいと思います。素晴らしい車ですよ。はい、ありがとうございます。もう土屋さんにも自分の車見ていただける日が来ようとは。だけど外観ってほぼノーマルだね、はい、なるべくなんか昔はですね変なものつけてた時期もあったんですが、うん、まあ、なるべくやっぱこう原点回帰といいますか、やっぱりノーマルが良かったなということで、やっぱねノーマルの方がシンプルでいいんだよ。はい、なるべくノーマルにこう今だいぶ戻しました。車高もノーマルかな、はい、車高もはい、ちょっと前まで結構あのダウンしてたんですが、なんとですねまだ純正のダンパーが、うんうん、この初代インプの初期型の、うん、こう初期型なんですけども、まだディーラーで出まして、最後にすごい、はい、だったら最後にもう一回純正の味を、27年前に乗ってた、20歳の頃に乗ってた足どうだったかなと思いまして、うん、帰って欲しくなりまして純正の足に戻しました。車高を落とすとね、はい、四駆って曲がらなくなるんだよ。そうです、なんか見た目は良かったんですけど、見た目はいいんだけどアンダーが強くなる、はい、ノーマルが綺麗だよ。最初世代の EJ20 ということで、ほう、年代を感じるね。本当の土初期の EJ20 はこれよりちょっと前に出た初代レガシーのターボに積まれてたんですけども、うん、まあ、これはそれのまあ改良版なんで EJ20 としては本当の意味では最初ではないんですけども、まあ、ほぼほぼ初期世代と言ってもいいかなと、うん、まあ、もちろん WRX としてはこれが最初の、うん、当時のカタログでいうと240馬力でした、この時は、うんうん、240馬力であれだけ振り回せたんだよね、はい、すごいよねこの時代の技術って。車重が1200ちょっとなので、うんうん、パワーウェイトレシオがぴったり5キロなんですよ。へ、まあ、当時の日本車でなかなか5キロのパワーウェイトレシオなかなかなくて、うんうん、あれだけ振り回せる四駆を作る技術がすごい、はい、インタークーラーなんか もう初期はこんなちっちゃいんですけども、うん、もうどんどんもう弁当箱のように巨大化していきまして、ね、はい、ほぼほぼもうこの辺が全部インタークーラーに面積が占めていくという、うん、まあ、進化もありますが、ね、あとこの吸気管が赤色になったり STI バージョン、あ、なるほど、これは初期の標準の車なので、うん、そういうのないんですけども、まあ懐かしいわ、しかし。うん、修繕寺で振り回したよ。内装もほぼほぼ、うん、ちょっと内装はまだこういわゆるレストアがちょっとできてなくて、うん、ハンドルとか結構やれてるんですが、
まあ、これも自分の27年のこの、うん、なんと言いますか、思い出みたいな感じでなかなかこう交換できなくてです。いや、言い方は悪いんだけどさ、はい、こうスバルってあの中身、性能あんなすごい車作るのに、こう室内のデザインがさ、なんかこうチープというかさ、田舎臭いっていうかさ、はい、だからいつからスバルってこう綺麗な車になったんだろうね、室内。そうですね、だからね、やっぱ長年そういう意見が多かったので、うん、ここ近年やっぱり結構頑張って内装もデザインも、うん、はい、すごいなんか力入れてる感じがすごいありますね。はい、いや、だからこの時代は本当になんかこう田舎の人が乗ってる室内のデザインっていうか、俺からするとね、申し訳ないんだけど、はいはいはい、で今のスバルってさ、もう都会派、はい、もうなんかもうどこのメーカーにも負けないぐらい室内のデザインが綺麗で、はい、宣伝されてるわけよ、はい、だから俺はこれはこれで好きだったわけよ、このなんか田舎臭いデザインが、はい、スバルっぽいなっていう。そうですね、僕もなんかそういう意味で割とこう親しみやすかったと言いますか、うん、こう長年乗っててもなんか本当にもう家に帰ったように落ち着く、このちょっと無骨だった時代の内装が結構好きです。この当時はこうデザインがダセーとか言ってたんだけど、今考えたら本当なんかこれはこれでスバルっぽくていいよね、味が出て、スバルの味だよ本当になんか、はい、これはなんか懐かしいぞ、ちょっと乗ってみましょうかガラス ひでえな汚れて、ああ、これですね、ガラスのね、手前に何、うん、ていうかね、スモークじゃないんですけど、スモークの役割を果たす、うん、こうなんかボードがありまして、あ、それをこの間外して掃除したんですけど、つけるときに自分の手垢がついちゃって、すいません。なるほど。それ以外この間シートも外して全部丸洗いをしまして、27年の汚れを、あ、そう、落としました。カーペットも新しくしました。そこの頃の室内のデザインって安っぽいんだよな。そうですね。うん、メーターなんか K だよね。そうですね。確かにこの車もやっぱり年々エンジンだけじゃなくてそういうところもこう結構変わっていって、後期型はもうガラッとインパでも変わりまして、ちょっとメーターもかっこよくなります。多分タコメーターが真ん中に来て、うん、スポーツカーっぽくなりますよ、ね、初期は本当だよね。ただまあこの時代の車全部そうかもしれませんけど、まあ、今乗ると本当ちっちゃくて軽くても視界が良くていいよ、めっちゃいいよこの大きさは、すごい扱いやすいです、うん、あとこのシートも結構僕好きでした、純正なんですけど、うん、いいね、27年経ってもなんか割とまだこうしっかりしてる、はい、うん、いいよこのシート、いい音だ、これぞスバルの音だミッションのマウントをちょっと強化品にしてから、うん、ちょっとノイズがでかくなったんですけど、壊れてるわけではないので気にせず回していただいたりして、うん、全然すごいこうノイジーって言いますか、あんま気になんないね。そうですか、俺の86の方が変な音いろいろするからさそうですか、うん、こう辻田さん、レオーネはその地元で冬の間だけこう乗ってたみたいな、そんなイメージですか。そう、もうスポーツランド信州っていうさ、はいはいはい、ダートラコースがあったわけよ、はいはい、そこでずっと練習してたの。おお、なるほど。その曲がらないレオーネを、まあ、腕で曲げるみたいな、そういうイメージですか。うん、ダートラコースだから曲がるわけよ、ビュンビュン。あ、そうかそうか、そうなんですね。そう、舗装の上だとアンダーしか出ないんだけど、はい、ダートラコースだとビュンビュン曲がる。おお、なるほど。その頃って水平対向エンジンのこのいわゆるシンメトリカル AWD、 その重量バランスの良さとか、うん、そういうのって感じたりしましたですか。どうです。するよ、やっぱり。しましたですか、うん、雪道よく走り込んだね、レオーネで。冬になると中古車屋に行って、はい、車検1ヶ月か2ヶ月レオーネを探して。おーおーおー、安いじゃん。はいはいはい、なるほど。もう練習用に。そうそうそう、なるほど。 それを探して買ってきてさ。なるほどですね。そう、じゃあドリフトキングのこの礎は結構レオーネが貢献したという。してるね。それは嬉しいです、ね。うん、もう長野県にいた頃はもうずっと本当なんかスポーツランド信州平日走りに行って練習してたね、はい、だこの音がやっぱ好きだね。当時もやっぱこの音ですよね、うん、ボロ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 ってこの音が好き、はいはい、当時はやっぱりこう、まあ、舗装では曲がらないとかパワーがないとかよく言われましたけど、うんうん、
まあ、でも雪の上で練習するにはやっぱり全然何がパワーがねえのって感じでそうですか、うん、全然楽しかったよ。なるほど。例えばレオネ時代のエンジンはあの OHV で、うん、もう本当にこうパワーが上げれなくてですね、うん、あの後半ターボとかあったんですけど、うん、もう本当160とか馬力が、うん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 、ねね、もうどんどん三菱とかライバルはもう200馬力に、そうだね、はい、うん、なっていって、まあ、それに追いつけ追い越せでこうエンジンもまあ新しくして、うん、EJ20 がこう、うん、誕生しまして、そうだね、はい、なんか当時あのこの初代インプ、うん、ハンドリングはすごい褒めておられましたけど、うん、エンジンパワー的などんな印象でした？どうだろう、俺エンジンパワーってあんまり気にならないんだよね。そう、パワーがあればいい車かっていうとそうじゃないんだよね。じゃあそのパワー使いこなしてる、はい、あんたたちはっていう。なるほど。それよりも使いこなせるパワーで動きが楽しい車が好きだったよね、はい、なるほど。まあ未だにそうだけどね、はい、じゃあ当時の初代インプはもうそのパワーとこの車体のバランスがまあ良かったと。と思う、俺はね。なるほど。使い切れる。うん、これに乗った時に本当になんていうか GTR いらねえじゃんっていう動きだったね、はい、それまでってやっぱこうやっぱ GTR でしょって四駆は GTR でしょっていうのがあったけど、はい、思い込みだね。これに乗ったらなんだこれみたいな、軽くした GTR だみたいなさ衝撃だったよ。あの初代インプはあえてこう振り回したのはあの別物のあの映像のあのロケが最初だったんですか？そう、それまではやっぱり四駆イコール曲がらない、はい、アンダーしか出ない、そういう思い込みがあったね、はい、でもこれ乗った時はもう本当になんだこれ本当に四駆かよっていう感じだったよ、はい、当時の、まあ、僕もですね、まあ、四駆のねスポーツ好きで買ってるわけですけども、うん、まあ、やっぱりこうどっかに車好きとして そのコンプレックスみたいなものがありまして、うん、やっぱりこう FR に比べたらこう安定志向でアンダーでつまんないんだろうなっていうちょっとどっかでこう後ろめたい引け目がありましてですね、うん、まあ、WRC の映像とか見てるとね、うんうん、あのそういうことは なさそうに見えるんですけども、うん、この市販車でですね峠とか走るとやっぱりこう楽しさでは FR に遠く及ばないのかなっていうコンプレックスがあったんですが、うんうんうん、まさにあの土屋さんの映像で、うん、もうそうじゃないこの F4 駆のね、うん、この初代インプはもう腕があればああいうふうに FR のように振り回せるポテンシャルがあるというのを証明していただいて、まるで本当にそのコンプレックスもこう解消できた。もう本当により誇りを持ってこの車乗れるようになりまして、うん、いやあれ乗った時はもう本当にもうサーキットだろうが峠だろうが、はい、どこでも GTR 煽れるなと思ったもんねそれくらい衝撃的だったよ。スバルを見直したって感じ。やっぱりもうこんな車作れるんだスバルっていうのが本当一番最初思ってもう乗った時にね、はい、スバルってこんなすげえ車作れんのっていう感じだったよ。だこの当時は三菱の技術はここまで来てなかったね、はい、なるほど、うん、もうほんとなんか FF ベースの四駆で、はい、雪道とかダートはいいけど舗装の上はもうアンダーしか出ない、はい、だから技術的にそう素でいいものが作れないから電子制御でごまかしてるっていうさ、はいはい、だけどなんかランエボ8、9、10はその電子制御の介入がいやらしくないんだよね。人間の五感にこう自然に入ってくるようなそういう動きになったね。だからあの技術をなくしちゃいけないよ。確かランエボは3からその、うん、いわゆるその電子制御のデバイスがこう入る、うん、AYC みたいに確か出まして、うんうん、まあ、それが3、4、5、6と進化をしていて、うん、まあ、まさにそのよくおっしゃるようにやっぱりこう車がね機械的にこう車が勝手に曲がってくれるみたいな。そう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 。そこはこうやっぱりインプ乗りとしてもですね、うん、やっぱりそういう辻田さんみたいな方がそういう評価をされるので、それはやっぱりこうエボにはトルクでは負けたりですね、うん、あるいはラップタイムでは負けることもあったんですけども、うんうん、車好きが喜ぶ楽しめる領域においてはそうだね、インプの方が上なんだみたいなのがあったんですが、うん、やっぱりその7、8、9くらいですかね、うん、そこからやっぱりこう評価もやっぱ変わってきて、いや変わったね、あれはちょっとねインプ危うしというか、おやばいやばいってすごい思いました、うん、あの電子制御で味気ないって言われてたやつがもう味も出るようになって、うん、ドライバーが気持ちよく乗れる
電子デバイスの四駆に進化し、あれはびっくりしたね。あれでちょっとね結構やべえと本当にこう、あ、大丈夫かそれ もっと頑張ってくれってすごい思いました、うんうん、もう三菱にもうそういう領域まで追いつかれてるみたいな、うん、いやだけどこの車の出現にはびっくりしたね。だから本当こう車が楽しいっていうことを知ってる人が作ってんだなと思った。なるほど。そしたら辰巳さんだったんだよね、はい、会社から言われた通り数値も出てますっていう、そのサラリーマンが作った車ではない、うん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 、車好きが作ったインプレッサだよ、はい、特にその、ね、これの前の世代のレオーネが、うん、まあこうまあ、雪の上で土屋さんみたいな方が乗るとね、こうスポーツカーのように動かせたとしてもこうやっぱ一般的には、うん、特に舗装路で曲がんない、うん、遅いみたいな、うん、こう結構酷評され続けててですね、うん、まあ、その多分反動で初代レガシーとこの初代インプ、ああ特にこう初代インプの方は本当にこう辰巳さんがかなり、うん、と思うな、かなりあの頑張って遊べるようにしたと、そういうことをすごいおっしゃってました。ちょっとやりすぎたぐらいだったみたいな。だけどそこがその車好きにはたまらなかったよね、はい、今となってはもうこのダサさが好きだね本当にそうですね、もうなんか5周ぐらい回ってもうなんか実家に帰ったような感じで、あ、はい、いや本当なんか洗練されない、もう汚れてない田舎者みたいなさそうですね、これはこれでいいな、この音もいいな。あとはこう、まあ、僕みたいなちょっとこう下手れなドライバーからするとですね、うん、まあ、この車は結構まあやんちゃにも遊べるし、うん、やっぱりとはいえ四駆なので、やっぱりこう結構最終的には割とこう何ですか、四駆が助けてくれるようなところもやっぱ多々ありまして、うん、結構だから四駆じゃなかったらやばかったけど四駆でよかったっていうシーンがやっぱり特に若い頃やっぱりたくさんありまして、うん、なるほどね、はい、四駆じゃなかったらもうとっくにもう全損とかしてたかなみたいな、うんうん、そういうシチュエーションあるね、はい、FF や FR だったら事故って全損だったなっていうのを四駆だとね助かるっていうのはあるね、はい、でやっぱ土屋さんみたいな方はやっぱりそういうところもいらないというかこう、うん、ね、やっぱり自分でも FR でも FF でも自分でも最終的にコントロールできる人はやっぱりこう四駆そこはちょっと面白みに欠けるところでもありますか、やっぱり。うん、だから冬は四駆が欲しいと思う、はい、あ、冬は、うん、やっぱ雪道は絶対四駆だよね。やっぱそうですか、うん、やっぱ土屋さんほどの人でも冬雪道は四駆の方がやっぱり楽しい楽しい楽しい、うん、楽しい楽しい。普段は FF や FR でもいいんだけど、はい、冬はやっぱり四駆が欲しくなる。雪道めっちゃ楽しいよね四駆は。やっぱレガシーを所有されてたっていうのはそういうところからですか。そう、本当冬は四駆で練習したね。レガシーでも練習されたんですか。した。おうおう、そうです。中古車屋とか解体屋がみんな友達でさ、はい、冬になるともう車検1ヶ月か2ヶ月の切れそうな四駆ないって、はいはい、そこら中に頼んでおいて、はい、で取っといてくれるからさ、10万とか15万で買って、はい、雪道を走る、はい、なるほど、走りまくる。じゃあこうやっぱドラテクを磨くにしてもやっぱり FR が一番いいんだろうなっていうイメージがすぐあったんですけども、うん、四駆でもそういう雪道とか滑りやすいところで練習すれば全然ドラテク磨きには FR だと雪道遅すぎるんだよね、はい、そうですね、確かに、うん、だからスピードになれないよね、はい、だそこはやっぱりリスクは高いよ、スピードがあるから、はい、四駆は、はい、だけどそのリスクと引き換えにドライビング技術もさやっぱ手に入るよね、はい、そこもですねやっぱり特に若い頃ちょっとコンプレックスで俺はちょっと四駆に守られすぎてんじゃねえかみたいな、こう四駆にちょっと甘えすぎてないかっていうこうなんか自分の中でちょっとこうあったんですけども、うん、まあ、そういうお話聞くと、あ、よかったって、四駆でよかったんだ俺は、うん、今ちょっと過去の自分が救われるような気がします。だから FF とか四駆に乗ってる人たちってさ、はい、無駄を嫌う、うんうん、FR ってやっぱ五輪駆動って無駄が多いからさ、はい、だそれを嫌う人が四駆に行くよね。なるほど。無駄が面白いでもあるわけですよね。そうそうそう、俺らはね、はい、なんかそういう意味ではスバルがですね、まあ、トヨタとのアライアンスでしたけど、うん、FR のやっぱりスポーツカー BRZ を作ったのは、うん、あれでも本当になんていうか車好きとしてですね、うん、
FR という選択肢もねスバルの中で増えたと、うん、そうだね、あれはもうすごいそのやっぱり嬉しかったです、うん、4駆だけじゃない、そうだね、はい、いやー辰巳マジックは現代の車にも生き続けてるよ、そうですね、うん、結構ベストモータリングも辰巳さん結構昔から出てましたよね、うん、出てた、やっぱりこう特定の作り手のね誰々さんがこうね仕上げたみたい な、うん、なんかそういうイメージって結構なんか我々ファンとしても大事といいますか、こう作り手の思いが分かりやすいといいますか、うん、この時代の車たちってみんなそうだよ、はい、それぞれのメーカーの味が出てたしね、はいはい、だからスバルだったら辰巳、トヨタだったら成瀬、はい、ホンダだったら古橋、うん、ね、日産だったら加藤っていうさ、はいはい、だから安心感があったね、なるほど、言い方悪いけどあいつが作った車やっぱいいなっていう、うんうん、その味があったよね、はい、しっかりと、いい音だそうですね、あこれがスバルだよ、この辺がいいですね、そうこれがスバルだよ今のスバルはもう洗練されすぎててさ、そうです、やっぱりそのね、ちょこう、まあ、言い方悪いですけどこう田舎から出てきてこう東京に馴染んで、うん、ちょっとこう、ね、なんていうかそういうとこ忘れちゃったみたいな、こうなんかそうなんだよねそれね、東京の人にもうなりきってもういいんですけど、誰からもね文句言われないし、うん、おしゃれでいいんですけど、そうおしゃれでいいんだけどね、ちょっとたまにはふるさとのこうそう生っ粋のスバルファンからすると、はい、ちょっと寂しいんだよねこの音がないと、あでもですね、うん、今のレヴォーグの、あの1800のターボはですね、うん、あれ実は不等調でして、うん、であのノーマルはこの音消してるんですけども、うん、STI のマフラーつけると、うん、結構この音出るんですよ。ああいいね。はい。いいね。今の新車でこの、まあ、ここまででかくないですけど、うん、結構アイドリングとか、うん、今みたいにこう発進の時とか、はいはいはい、結構この感じがですね、今のレヴォーグで再現されてまして、はあはあ、SN のマフラーつける前提ですけど。うんうんうん。いやこの音はね、消してほしくないわけよ。SN はそこはあえてこう狙ったみたいでして。STI とあとフォレスターにも同じ 1.8 のターボ、新しいエンジン、うん、積んだグレードがありまして、うん、それもですねやっぱり STI のマフラーつけると、うん、この音がそう、はい、結構出ます、へいやこの音は絶対必要よスバルは水平対向はこの音じゃないとさ、うん、この音してないとね水平対向じゃないんだよね俺からすると、なんでそんな小切れになっちゃったのそのね、まあ排気管、まあ、特にこうランエボとしのぎを削ってた頃は、うん、もうねトルクもうほんとコンマ5キロでも上げたいみたいな、うん、そういう時代だったもありましたから、うん、そういう時やっぱ排気干渉とかやっぱなくしてこう、ね、うん、ちょっとでもこうスペック上げていきたかったみたいなところもかつてはあったと思うんですけども、うん、そうだね、はい、あ、まあ、俺からするとなやっぱりこの音なんだよな、乗り換えぽいですね、うん、はい、はい、ありがとうございました、はい、さあマリオさんの初代のインプから現代のインプに移りたいと思いますけど EJ20、はい、見ましょう EJ20、はい、4世代を経てもまだ EJ20 を積んでいるということでございますが、だからそこはもうさ冷気なんだよね、はい、エンジンとしては、はい、おお、でかいねやっぱりでかいですよインタクル、ね、倍以上ありますね、で綺麗になったねやっぱり配置がなんかこう全て綺麗になったね、はい、本当にそうですね、なんか変な格好してないもんねなんかこっちはごちゃごちゃしてましたけど、そうそう、洗練されてるよね、はい、エンジンルームがね、はい、いやだからこのエンジンは名機なんだよ、はい、この水平対向はいいエンジンだよ、このファイナルエディションでねこの EJ20 のまさにその最後ということでしたけども、うん、もう本当にあの2019年の秋に発売をされて、うん、本当にもう我々スバルファンのみならず、うん、結構多くの車好きが、うん、イージェンジ終わるんだみたいな、インプのあのエンジンもう引退なんだみたいな、それですごいこう盛り上がって、うん、もう東京モーターショーでも、うん、もうこれどんなとこかすごい人だかりができましてね、あそう、はい、もうこんなね30年くらい乗っかってたエンジンなのに、うん、もうスバルファン以外の人もすごいねこのエンジンやっぱり好きな人多かったんだなというのをすごい実感しました、いや綺麗になったね、はい、あトルクも10キロ以上アップしました、あそう、はい、スバルはさかっこよくなってくよね、
そうです本当。なんか言い方悪いんだけど、マリオさんの初代の頃って、はい、俺が乗ったレガシーもそうだけど、はい、田舎臭いわけ。そうですね、はい、はい、まさにそれはもう否定しません、はい、都会で乗るとなんかちょっと恥ずかしいなみたいな、はい、だけどどん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 なんか洗練されて綺麗になってさ、はい、スバルって、はい、なんか本当なんか街中でかっこいい車になったよね。はい、なんか本当上京してきても東京に溶け込んだ人みたいな。そう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 。どんな感じ、そんな感じ、はい。車重が重たくなっちゃったんだよね。そうですね。こう剛性も上がったり安全性も上がったり。まあ、それはどこのメーカーも一緒だよね。本当に。うん、タイヤだって19インチになってるもんね。そうですね。ね。僕買った時は15インチでした標準は。そうだよね。はい、すげえですね。これはすげえ綺麗になって。初代ってやっぱ辰巳さんがやってたのかな。辰巳さんやってました、やってました。そうだよね、はいはい、辰巳さんじゃ なかったらこんな車できないよね。はい、まあ、レガシー初代レガシーも辰巳さんやっておられましたけども、うん、まあ、レガシーはやっぱりある意味もうちょっと大人の車なので、うんうん、こっちはもう若者向けということで、そうだよね、結構あのやんちゃにできるようにね、あえてしたと。これは初代はすげえいい車だったよ。 EJ20 になってからはもう安定志向の速い四駆、はいね、はい、かっこいいかっこいい。だけど重いんだよね。重いです。200キロ以上重くなりました。やっぱりそうだよね、はい、室内のデザインが綺麗本当に本当に洗練されました、ね、うん、本当なんかもう街中でもどこのメーカーにも引けを取らないぐらい綺麗なデザイナーがいいんだろうね、うん、この車自体が出たのは2014年でしたけども、うん、まあ、今見ても確かになんか全然、いや、まあ、古さを感じないもん。そうですね、うん、デザイナーがねどん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 こう進化していったんだろうね、スバルもね。そうです。いや本当綺麗だよこれ、はい、ね、進化した EJ20 乗ってみましょうか。よいしょ。おお、洗練されてるよ今時の車だよちょっとあの僕の愛車のその何て言うんですか、コンディションがまあいろいろあれでしたが、こっちはもう最新の後方車ですか。バリバリです。バリバリ今時の車どうだけど室内が綺麗になったよ ね、 ね、いろんな意味で綺麗ですあただこう僕いつも乗ってこの車乗って思うのは、まあ、綺麗にもなったんですけど、うん、まあ、でかくなった割にはその視界とかですね、うん、そんなにこうボディがでかくなった割には視界は悪くなってないような感じがしまして、ね、はい、取り回しといいますか、こう、うん、ボディの四隅の感覚とかがやっぱり分かりやすくてですね、なんかスバルはよくあの、ね、ゼロ G 安全みたいな言葉でよく言いますけど、うん、そういう意味で大きくなってもそういうところはあんま変わらないのが嬉しいといいますか、うん、そうだね、はい、スバルらしさは残ってるよね。はい、でこう一気にその初代から最初に一番最初と一番最後に一気にこう飛んじゃいましたけども、うん、その間をちょっと振り返っていただくと、うん、まあ、2代目インプがのライトが丸くなったりですね、うん、まあ、3代目はハッチバックになったりとか、まあ、いろんなこう多少変化がありましたけど、はいはいはい、その最初と最後のもうちょっと真ん中あたりで印象深いインプって何かありますか。うん、あ、スリードハッチバック、あ、はい、うん、スリードハッチバックですか。あれはあれで面白かったね。そうですか。それはこうやっぱ後ろが短くなって、うん、やっぱ振り回しやすいと、そういうことですか。そうだね、うん、軽快だったね。なるほど、うん、ハッチバックは面白かった。だから当時あれはまさに WRC でもラリーでもやっぱりこう振り回しするのに有利なするためにやっぱりセダンじゃなくてハッチバックでと、うんうん、いうことを言ってましたけども、まさにじゃあ土屋さんもそういう印象だった。そうだね、乗った感じが軽快。なるほど。あの世代からも足回りもリアがマルチリンクになったりですね、うん、だいぶこう劇的に変わったよね、はい、全てが、うん、そうだよね、はい、いや EJ20 の音もしないなんか洗練されすぎてそうですね、EJ20 の音がしないよ洗練されすぎてるよ。なんかいや、これこれで本当にいい車感はとてつもないですけど、そうですね、うん、確かに、まあね、水平対向の音もしないマフラー変えないとダメだねそうですね、ね、そうですね、うん、あとなんかそのちょっと世代のギャップがありすぎですが、なんか共通点みたいなのってあったりしますかさっきのと。どうだろう、まあ基本いい車はいい車だよ、はい、うん、
やっぱこうサーキット走ってもすごく安定してるし、はい、落ち着いてるしね、危ないところがない、はいはい、だからそこはやっぱり攻めがいがあるっていうかな、あいい車作るなっていう感じ、無駄をどんどん省いてるね、はい、そう、面白い面白くないでいうと面白さ まだ残ってる方ですか、これはどうですか。そうだね、アンダーって言ってもサーキットで走ってね、はい、そのなんだこれっていうドアンダーではない、はい、まあ車速的にはこのくらいの進入速度だからアンダー出てもしょうがないかなっていうレベルだよ。だからそこはもう本当今時の進化した四駆だよね。まあ、今の時代の中の新しいというか、まあ、もう売ってないですが、まあ、最終世代の進化した車としては、うん、まあ、こう納得できる範囲といいますか、こう、そうだね、土屋さんの感性で乗っても面白さもまだあるしというところで、うん、やっぱスバルのいいところって機械に頼らない、電子制御に頼らない、素でまずいい車を作るっていうところかな、はいはい、だから言い方は悪いけど三菱は素でいい車ができないから電子制御でごまかすっていうふうに当時はね、はいはい、思ってたね、はい、完成の面でもまあ追いついたといいますか良くなった、うん、だ最終的にじゃ あ, まあまだこのあとまだエボ乗りますけど、うん、こう最終的にどっちが勝った負けたでいうとどうですか土屋さんの中で。インプ対エボ対決は最終的に別物だろうね。別物、うん、別物。スバルはあくまでも素でいい車にこだわり続けた車作りをしてるし、はい、ランエボはその電子制御を研ぎ澄まして、はい、もうこれ以上ないでしょうっていう電子制御を入れてきてるよね、はい、ランエボ10は、はい、まあ9もそうだけど自然に曲がる車、その機械が曲げてるっていうのをわからないような電子制御の入り方、はい、だから比較にならないよね。じゃあ勝った負けた優劣ではなくても違う道を極めたとお互いが。そうだね、そうです。同じ EJ20 とは思えないぐらいのトルクだねそうですね、うん、そうやはりその EJ20、 まあこう何ですか、積年の課題といいますか、うん、まあ、こうやはり特にまあライバルのランエボの 4G6 さんに比べてですね、うん、やっぱりショートストロークなのでやはり低速トルクが、弱いと細いということを延々と言われ続けてきまして、うん、EJ20 なりにだいぶこうそれを改良改良にして重ねてここまで来た、ね、最終形態、うん、これはもう低速トルクもう不満なしでしょう。なしなし、すごいな、これはすごいわ。同じ EJ20 とは思えないもん本当にすごいエンジンだね、はい、あ名機だよ。あとこの2リッターターボの4気筒の、うん、4気筒の2リッターターボで8000まで回せるというのも、うん、そう、確か世界で最後だったと思います、このエンジン、そう思うな、本当そう思う。やっぱりあえてこうランエボの姿が視界に入るとちょっとこうちょっとこうね、うん、ぬっていうけど、ちょっと僕もなんか闘争心が、うんうん、助手席ですけどあちょっとやっぱり本能的に僕 火が今つきました、ちょっといいねそうだからやっぱりランエボが先にこうねいなくなってしまったといいますか、うん、そうなったから僕はシビックタイプ R に結構ライバルを期待しまして、うんうんうん、まあっちはねあの FF ですけど、うん、エンジンのねパフォーマンスとか結構近くて、そうだね、はい、向こうも300馬力はいね、はい、うん、ただなんか言うほどこうあんまりやっぱガチではぶつからなかったといいますか、うん、やっぱりね4区と FF でやっぱ違いすぎた。そうだね、はい、やっぱこの30年磨き続けたエンジンやっぱすごいですね。やっぱり何気ない加速がすごい気持ちよかったです今、うん、これはすごいよ。すごい進化だよね EJ20。 やっぱあのその不等調のバタバタっていう音はなくなりましたけども、うん、その代わりに得たものがやっぱりたくさんありますね。あるね、このトルクといいパワーといい、はい、回転数といい、はい、うん、あるね。あと私この個人的にはですね、まあ、この EJ20、まあ、
市販の車としては終わってしまいましたけども、うんうん、まあ、今これをベースとしたエンジンがあのスーパー GT の BR セットに EJ20 がまあ乗っかってまして、うんうん、でまあ私あのスーパー GT の BR セットの応援団長やらさせてもらってるんですけども、うん、もう本当にスタンドで旗振ってるとですね、うん、まあ、もちろん BR セットが走ってるんですけども、うん、もう僕 EJ20 が来たっていつも思うんですよ。まず、うんうんうん、EJ20 に井口さんと山内さんが乗ってるみたいな、なんか、うん、なんかそういう感じでですね、 EJ20 まさに僕が乗ってるのは初代のインプから続いてるエンジンが今もなおあのスーパー GT というすごい大人気の大きなレースで戦ってると、それもだからすごいまだこの誇りに思えるポイントでして、うん、もうその86にさ日産のエンジン乗せるとかさえ、何が86なのプリウスにしてもそんなエンジン売ってないでしょ、はいはい、スバルはそれをちゃんと忠実に市販車のエンジンでレースをしてるじゃん、はいはい、だからそこがやっぱりスバルの偉いところだよね、はい、そういうもんでやっぱりそのメーカーのポリシーって、はい、そうだからね、まあ、それによってこう排気量がちっちゃくてですね、うん、ね GT300 の中ではこう排気量で、ね、結構その不利な面もあったりするわけですけども、やはりこの我々ファンからすると、うん、俺たちが、ね、普段乗ってるエンジンで戦ってくれてる、そうそうそう、本当にそう、なんかそこは山内さんとか江口さんにはちょっと申し訳なくいつも僕思ってまして、うん、本当はもっと、ね、でかいエンジンでトルクあった方が楽に、ね、走るドライバーは絶対そうなんだろうなと思いながらも、うん、でも彼らも、ね、それ分かってますから、我々ファンの思いをこう、うん、背負って走ってくれてると、そう、本物で頑張ってるよスバルは、はい、偽物じゃないからね、まあ、なのでこう、まあ、レースでもそろそろまあ EJ とはいえ EJ エンジンも30年ですから、うん、そろそろ新しいその、ね、レース用のスバルのエンジンが生まれてほしいというのもあるんですけども、うん、まあ、その一方で EJ20、まあ、どこまでもこう現役でいてほしいみたいな、いやだけどすごいよこのエンジンは、ね、ずっと進化してるエンジンだよ、はい、ここがすごいわ。でやっぱこう辰巳マジックが生きてるよね、はい、この車は、はい、ほんとそう思う。あ、いい車だよ、電動だわ電動です電動か、はい、はい、ありがとうございます。はい、さあ、そしてスバルのライバル三菱ランエボ、はい、ね、こうナンバー見て分かるように、さあどこに来てるでしょう、野田の面白レンタカーです。ここに来ると本当にイニシャル D の車が全部揃ってるんで、なんかあるとやっぱここに来てさ、はい、車借りて、もう3人の時もそうだったんだけどね、はい、面白レンタカー何でもあるから本当面白いよ。だから面白レンタカーなんだよね文字通り。これは最後のランエボ10、はい、ね、俺ね、はい、初代のランエボ乗った時にさ、はい、なんだこの曲がんねえ車っていう。そうでしたか。そのベスモンの時にね、はい、だからそっから三菱もそうだし、そうだな、初代のインプって最初からこう振り回したから、はい、こうなんか三菱の車が時代遅れの四駆に感じたよね。なるほど。でそこからなんだろう、どん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 進化していって、俺がランエボ好きになったのがね、うん、ランエボ8、9、10だいぶ先ですね。だいぶこう進化進んでからです。そう、曲がるようになったんだよなるほど、曲がるようになったので、それまでってその電子制御でランエボって曲げてるから、はい、気持ち悪いの、はい、スバルって人間と機械がリンクして曲がる、はい、だからそこが面白かったんだけど、ランエボって電子制御で機械が曲げるから、あ、これ今の俺が曲げてんじゃないよなって、そこが気持ち悪かったんだけど、8、9、10ってすげえな、このその電子技術もそうなんだけど、人間の五感とこうリンクしてるような電子制御の動き方をして好きになったね。なるほど。だからなんか本当その三菱のこの開発陣、はい、ランエボの開発陣がここで終わっちゃってかわいそうだなっていう、すごい技術を持ってるわけよ三菱のランエボ軍団って、ランエボ部隊って。でこの技術がさ、ここで途切れるってすごくなんかこう三菱の技術が封印されちゃったような
そんな気がする、はい、もったいないですね。このライオンもそうだけど、でかくなって重くなるんだよね、どん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 時代とともに、はい、その安全だとかさ、そういうのをね、衝突安全なんかを考えると、どうしてもやっぱオフセットだとか重くなってくんだけどさ、はい、まあスバルも三菱も頑張ってた時代だよね。そうですね、ね、はい、うん、これはこれでまたかっこいいんだよね。だから僕もインプノリとしては、まあ、ライオンはもうフグ大天のライバル敵でしたけども、うん、もう今となってはもう本当になんか戦友と言いますか、ね、そうだね、はい、うん、本当にもうなんか、ああ、なんかあの時楽しかったよねみたいな、うんうん、なんかそんなこう間柄と言いますか、ね、今そういう目で見れます。うん、そうだね、はい、なくしちゃいけない車だよね本当に今の STI と比較すると、はい、STI は今時の、はい、現代風のかっこよさは持ってるよね。そうですね、うん、かっこいいよね、はい、まあ、エボテンね、もうちょっと前に登場したので、うん、ちょっとまあ時代若干違いますが、そうだよね、はい、やっぱり洗練度では、うん、室内乗ってみようか、はい、まあ、なんかこう室内のデザインはシンプルだよね。なんか昔のボルボみたいな、そう、すっごいあっさりしますね。あっさりだよね。今言うとものすごいあっさりですね。なんかこの辺見るとさ、スバルと比較しちゃうと、スバルってなんか都会派の車でこれはなんか田舎の車みたいな感じがするんだけど、はい、だけど中身はすごいんだよね。ライオン10は本当にビュンビュン曲がるし、はい、インプみたいに曲がったよ。この10になってから、はい、8、9、10、はい、ライオンの、はい、うわ俺好きになったもんね。その四駆って曲がんない、アンダー強いっていうのから、こう自然に介入してくる電子制御がなんかすごくこう心地よかった。土屋さんのドライビングの邪魔をしないというか、しない、なんかスバルと比較しちゃうとなんかこう必要なものしかないっていう、なんかこれはこれでちょっと戦闘マシンっぽくて、そうなんだよね、はい、余計なものないんだけど、はい、デザインもちょっとなんとかなんないのっていうシガライターついてるもんね今の車ないよこんなの。灰皿とかね、なくなりましたもんね。灰皿も、うん、ちょっと乗ってみようかね。さあ、それでは EJ20 のライバルを見てみたいと思います。はい、ね、はおお。そしてエボはですね、うん、エボ9まで 4G63 という、うん、まさに EJ20 のライバルみたいなエンジンがありましたが、はい、このエボ10は、4B11 というあの新しいエンジンに変わりました。そうなんだ、はい、エンジン変わりました。まあ、今、まあ、当時としては、まあ、ちょっと今時になったといいますか、うん、なので EJ20 よりも一歩先にやっぱりランエボはなんかエンジンだけは違 う, こうステージへ行ってしまったという、あ、そういうことか、いう印象があります、はい、なるほどね。戦友ですよ、はい、当時は敵味方だったけどね。いや、もう当時は本当にね、今となっては戦友だよね、敵ライバル、うん、畜生っていう相手でしたけども、今見たらもう本当にもう愛おしくてしょうがないです僕ね、え、はい、いなくなっちゃうとね、はい、エボもなんか1台ぐらい所有したいなとさえ思います今、うん、ただこうスバル乗りとしてはですね、やはりこのエボは最後までこのいわゆるこう横置きの、うん、横置き FF ベースみたいな、ああ、これがまあちょっとスバル乗りの優越感としてですね、ああ、まあ、水平対向エンジンは縦置きというので、まあ、こう重量バランスも良かったりするので、うん、まあ、そこがちょっとインプファンとしてはちょっとこう優越感を抱くところ。まあそうだよね、エンジン寄ってるもんね、はい、運転席側に右側にね、はい、そうなんだよね、はい、重量配分そうだね、はい、うん、それはスバルの方がいいよ、はい、うん、というのはね、実はずっと密かな優越感でしたが、うん、まあ、今となってはね、まあ、もうその小さな差ですけどそうだね、はい、そりゃそうだ。もったいないね、この技術が消えちゃうってね。よし、乗ってみよう。はい、はい、これもいいシートだな。おお、なんかシートいいですね、確かに、うん、お、レカロかあれか、これもいいシートだ。お、音もなんか、よし、20何万キロ乗ってるって言ってましたね、これ。はい、へえ、26万4000。おお、かなり使い込んで、うん、AWC、 まさに電子制御の切り替えのスイッチですね、うん、そうだよね。この10はいいよ、まさに最終形態ですね、うん、これも。ライボは8、9、10はほんといい。
嫌味のない四駆だよ。インプノリとしてはですね、うん、結構やっぱりこう、まあ、誕生したのもランエボ1の方がちょっと早いんですね、初代インプよりも、うん、でこう常にこうエンジンパワーもトルクもですね、うん、ちょっとだけこう常に先を行かれてましてですねそれをひたすら追っかけていくと、うん、今だんだん並んでいくわけですけども、あのでエボの方はね、そういう感性な面でこう、うん、追っかけて並んでいくみたいな、うん、そういうお互いないところを頑張ってこうしのぎを削って お互いがやっぱ磨き合ってきたという、なるほど、ね、すごい本当にライバル、いいライバル関係、まあね、いろんなその車のライバルってあると思いますけど、ね、うん、昔は、ね、BC 戦争だとかありましたが、うん、エボインプのこの関係性というのはもう本当になかなかもうないんじゃないかなという、ないよね、この先、うん、いやだけど本当スバルも三菱もいいエンジン作ってきたよね、はい、いやこれもいいエンジンだよ、トルクありそうですね、うん、やっぱりでも歴代ランエボはずっとトルクあるなっていう感じでしたか、やっぱりインプに比べて、うん、インプに比べるとライモの方がトルクはある、それは面白さの意味でも速さの意味でもやっぱり有利なところですか、そうだね、だコーナーの立ち上がりなんかはやっぱりランエボ速いんだよ、はい、でインプはやっぱりトルクが細いからさ、はい、そこでちょっと置いてかれるんだけど、なんか知らないけど追いつくんだよ、それは足とかシャシーの方で追いつくみたいなイメージですか、それとも、うん、高回転域で追いつくみたいな、高回転域だと思うんだよね、そのライブは上が回んないからさ、はい、そこで追いついてんじゃないかなスバルは、なるほど、これまあレッドゾーンね7000からですけど、そうそうそう、まあ、でもその分本当トルクはやっぱあるんだろうなっていう感じが今横にいてもすごい感じ、7から良くなったんですね、その電制御のフィーリングは789、そうだね、うん、7でまあ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 、まあ、なんとなく良くなったかなって、はい、8でおおなんかいいじゃん、おお早いですね、うん、すごい26万キロでしたっけ、そうすごいね、そうとは思えないです、うん、さすが、そうなんだよ、はい、すごいトルク、うん、いいエンジンだよこれも、やっぱエンジンの良さを感じますかやっぱり今、うん、上は7000しか回んないんだけど、はい、やっぱ下のトルクがある、まあ、26万キロ走ってる個体としてはボディもなんか、いやしっかりしてるよ、ね、うん、しっかりしてる、さすが最終形態だけあって完成度が高い、うん、高いね、完成度高いよこれ、フィーリングの面でも、まあ、人間の感性に寄り添ってきた電子制御がまあ進化したと、うんうん、でまあ一方の、まあ、WRX の方はまあ素性の良さでまあずっと勝負をしてきたと、うん、そうだね、はい、そう思う、でこうまあ土屋さんがこうまあ好き嫌いで言うとそれはどっちか選べって言われたらどっちになりますか、うん、だから最初の頃は、はい、ランエボ8になるまでは、はい、やっぱインプが好きだったね、はいはい、やっぱこうインプの方が人間が曲げる、うん、人間と一緒に曲げてるって、うん、車との共同作業、はい、だけどその8までのランエボってでも機械が強制的に曲げていくから、はい、これは俺じゃないな、これは俺がこう快適に曲がったんじゃねえよなっていう、なんかこう後ろめたさ、うん、あこれは俺じゃないでしょ、なるほど、俺が速く走ってんじゃないという、うん、そう今機械が曲げてるよなこれっていうのがあったよね、だけどいつの間にか8になったら、はい、もしかして俺が負けたのかなみたいなさ、思わせてくれる、思わせてくれる電子制御の介入になってから好きになった、なるほど、だからどっちもありよ、どっちもあり、うん、どっちもあり、スバルみたいに堅くなに車の素性の良さで勝負していくっていう車作りもありだし、はいはい、三菱みたいに電子制御を本当にこうすごい電子制御のレベルを上げていくっていう車の作り方もありだし、はい、それはどっちもあり、やっぱそれぞれに違う道でとことんまでやっぱ極めたと、やっぱりそういうことですね、うん、そう思う、本当そう思う、それでまあ結果的に同じような速さ同じような楽しさに到達したと、うん、そう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 、同じ2リッターターボだから味が違うだけでさ、はい、それはもう彼女の好みと一緒よ、うん、
ね、綺麗系が好きなことを可愛い系が好きなことを、はい、なるほど、その違いだと思う俺は。なるほど、今にして思えばですね、うん、確かに辻田さんがおっしゃったような7、8、9あたりのエボをですね、うん、なんか所有したいなってすごい思うんですよ、うんうん、でこうね、なんか自分の中のインプ乗ってきた歴史とちょっと重ねてですね、あ、エボこういうとこ良かったんだなっていうのをですね、うん、自分の車としてなんか感じたいみたいな願望が。いやだって今考えたら、はい、本当にこのランエボ10ってメルセデスの AMG GT、うんうん、GTR、はい、のような動きをする、うん、あ、そうですか。本当に自然、自然にこう曲がっていく。本当なんか三菱の技術ってすげえなと思ったよ、その AMG GTR 乗った時にね、なんかなんかこの感覚が体の中にあるな、ああランエボ10だっていうさ。なるほど、そう、四駆システムの感触でですか、まあ、エンジントルク全て含めて。いやいや、曲がるっていう、曲がるっていう車が自然に気持ちいい速度で曲がるっていうのが、なんかこれ乗ったことあるなっていう、 AMG GTR 乗った時にね、はい、おぉランエボ10だと思ってさ。だからまたそこで、ああ三菱ってもったいない技術を封印しちゃったんだなっていうね、残念に思ったよね。トルクもあるし、なんかフィーリングも良さそうですね。いい、ね、横乗っててもなんか、あれエボ10ってこんな、うん、こんな気持ちいいんだっていう、なんかいや、すごい思いました。本当いいよ。ね、ギアもこれ5速ですよね、多分ね。5速だね。5速ですね。うん、エボ10こんな良かったんだって、今僕すごい思います、うん。なんでこんな三菱の顔をなくしちゃうんだろうね。もったいないね。技術者がかわいそう。そうですね。うん、今はね、もう完全に電気の SUV だけに、そうそうそう、まあ、あれはあれでね、まあ、四駆の制御なんかはある程度こう、うん、ね、これで培ったものが応用ね、うん、されてるところも多分あると思うんですけども、そうそう、とはいえこうやっぱスポーツモデルでは、ね、ないですし。ないよね。そうなんです。だからスバルファンとしてはまだ今こうね、まあ、ダブルアクス今なくなりましたけど、まあ、一応新型がね、うん、まあ、一応出るという話はありますし、ね、とはいえやっぱりいつかはやっぱりこのエボのようにね、ダブル RX も終わりが来るだろう、ね、来るのかなと。今、まあね、やっぱりライバルもいないしですね、うん、2030年には確実になくなってるわけだよね、はいはい、そう思うと未来のダブル RX はこうやっぱり心配になりましてですね。いや、ハイブリッドになると思うですね、うん、生き残るためにやっぱガソリンエンジンが生き残るためには、はい、ハイブリッドだよね、はい。やっぱ電気自動車ってさ、はい、1月のあの関越自動車道の通行止め、はいはい、2泊3日の高速道路で雪の中でってなった時、はい、ガソリンは配達してくれるけど電気は配達してくれないからね、はい、もう立ち往生したらもう本当に下手したら投資ですよね、すぐに思う。だから少なくとも世界的に俺はハイブリッドになっていくと思うな。やっぱ内燃機関も残しとかないと、そういう、そういう意味でも、うん、ね、オール電気にするには、まあ、まだまだ時間が、いや怖いでしょ、かかるですよね、うん、それは怖いよね。電気だけは、近場だけ移動するんなら電気でいいよね。はい、そうですね、うん、家から。そうそうそう、はい、はい、ありがとうございます、はい、あります。うん、もったいないね。もったいないですね、これがなくなるの、はい、なくなったのは。これの運転してみな。あ、本当ですか、うん、分かりました、ありがとうございます。じゃあ、うん、はは、俺はこれでね、ありだよ、はい、なかなか。そうです、僕もだからやっぱり一番ランエボで驚いたのは、うん、確か7で、あのその頃にこう車、うん、車雑誌のですね、うん、まあ、仕事をするようになりまして、うん、初めてそのエボでサーキットを走ったんですね、うん、それでやっぱり仰天した記憶があります、うんうんうん、こんな風に曲がるんだっていう、そうそうそう、そうなんだ、全然気持ちいいじゃんみたいな、あれ今までこうね、機械任せで気持ち悪い四駆なんだろうと思ってたイメージと違うっていう、うん、違う、四輪を動かすっていうのはもうその1990年のホンダのプレリュードだよね。ああ、プレリュード、うん、はいはいはい、機械式 4WS でしたっけ。そうそうそう、はいはい、なんか駐車が楽ですよみたいなさありましたね、うん、おおおトルクあるよ。 ありますね、うん、
すごいな、26万キロでこれはすごい、うん、そうなんだよ、全然下手ってない、すごいですね、さすが、全く下手ってない、やっぱ運転してハンドル握る方がよりこのボディのしっかり感が、ね、こんなしっかりしてるんだっていうぐらいしっかりしますね、本当、そうすごい、ある意味この使い込まれたレンタカーで、逆に良かったかもしれませんね、この良さが、いやしっかりしてるよこれ、トルクがあるな、いや本当にこのようにランエボがなかったらですね、絶対インプもあんなに進化をしてないわけですし、ライバルがいないとね、はい、そうなんだよね、ライバルがいるとやっぱり切磋琢磨していくんだよね、でこうやっぱ街でですね、まあ、ランエボを見かけてですね、こう闘争心に火がつくとか、まあ、そういう感情もやっぱり得難い経験でしたので、今思えば、これ結構なんか峠とか行きたくなりますね、普通に、そうなんだよ ねいや本当そう、ちょっと面白いレンタカーさんでちょっとこう今度借りてみようかなこれ、うん、ライボはライボでいいよね、はい、そうだからこうね、これからだからちょっと心配なのが、あまりにも中古車がですね、相場が高くて、エボも WRX もなかなかそのね、じゃあ車も古いから若い人どんどん乗ったらってこう言えない、もう金額だよね、金額になっちゃってるので、500万600万は、ね、若い子には買えないね、はい、それがこうなんか悲しいというか残念と言いますかね、うん、それだけ価値があるっていうのもまあいいんですけど、うん、もうね、そんじょそこらの人には手が届かない車になっちゃうのは、うん、本当だよね、ちょっとそれはそれでまた日本のこの車文化の損失のような気もしまして、うん、全くだ、だから 86BRZ には頑張ってもらわないとね、いや、そうですね、新車で、うん、そう、硬派な感じがしますね、なんかやっぱり、戦闘マシンですね、これやっぱりそうだね、はい、すごいそんな感じだ、なんかこうちょっと思わず背筋が伸びてこう、うん、よしっていう気持ちになります、うん、足はやっぱりこうスバルに比べると硬いよね、硬いですね、うん、まあ、ね、この、まあ、走行距離とかもあるかもしれませんが、うん、多分セッティング的に硬いですよね、これね、下手ってないよ、はい、全然ふにゃふにゃもしてないし、はい、大したもんだよこれ、25万キロも乗ってこのシャキッと感だもん、はい、三菱の技術も本当に、うん、ね、まあ、これもまあ30年までいかないですけど、長年エボね、エボ1、2、3、4、5と延々と磨いてきた成果、うわ、トルクある、ね、はい、やっぱレスポンスいいですね、アクセル踏んでからこう、うん、トルクが立ち上がるまでの時間がやっぱり早いと言いますか、早いよねこれはもう競技でも楽なんだろうな、うん、峠でも、ね、楽だろうなっていう、うん、まあ、7000しか回んないけどトルクがあるから、はい、そこで助けられるよね、はい、うわ、そうですね、なんかもう WRX は全然違う世界ですね、やっぱりなんかそうだね、トルクの出方が違うよね、はい、こんなに違ってたんだっていう、久々に乗ると、うん、すごい思います、この電子制御が進んだ、うん、最新のこのエボの4駆でもあのドリドリはできるもんですか、全然できる、あ、そうですか、うん、まあゼロカウンターぐらいね、うん、はい、FR みたいにこんなカウンターは無理だよ、うん、はい、だけどもうコーナーの入り口でゼロカウンターから入っていけるよね、はい、めっちゃ楽、じゃあ無駄のないドリフトができるみたいな感じですか、そうだね、電子制御もここまで来るとどうもすいませんでしたってなるほど、いや、あっぱれですとしか言えない、脱帽みたいな、うん、なるほど、やっぱ継続ってすごいなと思うよ、そうですね、うん、ね、その7ぐらいからようやくこうね、あの、よくね、よくなったって話ですけど、うん、それはね、1,2,3,4,5,6 まであるわけですから、そう、そっからこうやっとはね、すごい、うん、すごいと思う、
すごいなんか自分がエボになってて今バックミラーに自分のインプが映ってるこの絵がすごいなんかすごい不思議って言いますか。あ、なるほどね。あ、俺がエボに乗ってインプに後ろから迫られてるっていうこのなんか初めての体験EJ20 もすごいけど、はい、三菱のこのエンジンもいいエンジンですね。いいエンジンだよ、はい、おお自分の車に抜かれた、うん、いやでも本当にだから三菱のこのラリーアートファンといいますか、うん、エボファンといいますか、うん、もう本当気の毒といいますかこう本当に、ね、今行き場がないわけじゃないですか。本当そう。本当にもうスバルファンはそういう意味では恵まれてるといいますか、うんうん、幸せといいますかね。継続は力なりだよね、はい、いいね、そうですね、新旧初代新旧インプが初代インプレッサーエボに乗る自分の前にいるというこの、うん、不思議なすごい、いやこの大きさはいいな軽いしね、はい、でもやっぱりこうライバル関係も含めてこう車好きがこういう感じでお 俺のインプだ俺のエボだとか言いながらこう、うんね、こうやってただツーリングするだけでもなんかこういや楽しいよ、ね、これ大事な文化といいますかこれ、ね、やっぱりこれ失うべきではないといいますか、うん、本当に本当そう。いい車だよ。本当にこう緩く曲がってると本当にねなんか本当に ピアに自然に曲がれてるといいますか。そうだね。気持ちいいですね。マリオさんは何台持ってるの。今ですね2台持ってます。スバルだけですね。うーん、あれとあのと NA のですね、うん、NA のインプをもう1台、あの1つ古いやつですけど、うんうん、あれの最後のインプのそのマニュアルでして NA の現行型もマニュアルがなくなりましたので。あ、そうなんだ。現行型、はい、現行の NA インプにマニュアルがあれば乗り換えたいんですけど、うん、出ないのでもう古いの乗り続けるしかないという。曲がりよ。おお、ね、すごい気持ちいいですね。気持ちいいんだよ、ね。気持ちいいですねこの曲がり。そうなんだよ本当に。エボテンの曲がり。気持ちいいんだよ。気持ちいい。本当にだからうまく四輪操作してるよね。はい、ちゃんとこうねあの自分がちゃんと乗ってる感といいますか、うん、自分が曲げてる感という。そう。すごいありますね。うん。うわこれはこれが失いや今更ながら僕エボテンが失われたことの。重大さにやっと気づきましたね、はい、これが失われたのはそうこれはもう日本の損失ですね。これ日本の国宝級の技術よ。これそうですね、うん、それがこれはもう国がなんか何とかしてでも税金投じてでもこれは本当だよ、ね、守るべきものですねこれ。そう本当そう。インプエボは、ね、国が面倒見るみたいな、うん、これでヨーロッパに勝てみたいなねポルシェに勝てみたいな、うんいいねね、ぐらいの政策がいい、ねだよね。エボ7か6かな、なんかもう一台ありましたね、うん、あのこの面白レンタカーさんにあった。はい、うーん、多分ナンバーが6って書いて僕最初5かなと思ったんですけど、うん、ナンバーが6だったら多分6でしょうねきっと。エボ6、はい、エボ6だとアンダー強いんだよ。そうですね、7の前ですか、うん、やっぱりでもどんだけ進化してもエボが進化しても WRX が進化しても、うん、やっぱり最終アンダーっていうのは宿命的にこうGR ヤリスなんかも多分そうかもしれませんが、そうだね、やっぱそこはもうどうしてもいかんともしがたい四駆の宿命と思う。やっぱタイヤが発熱してきちゃうと、はい、もうやっぱりフロントのタイヤの仕事量が多いから、はい、そこでやっぱアンダーのレベルが落ちるよね、はい、ああだけど今時の四駆はもう本当どうしようもねアンダーってのは出ないよ。そうですね、うん、確かに。そうですか。そういう意味では GR ヤリスのまたライバルといいますかね、まあ、それは WRX かもしれませんが、うん、なんかこうあの界隈がもうちょっと盛り上がってほしいといいますかね、うん、そうだね、なんかね精神的ランエボインプのこう後といいますか、うん、せっかくね GR ヤリスというすごい四駆が出たので、そうそうそう、なんかこう周りにもっと、ね、日産もなんかもうちょっとねあれにぶつかるような。日産ね元気がないよね。そう思うとトヨタは本当にね GR でやっぱりこのある意味このランエボインプの
ね、後釜みたいなものを作ってくれて、いや、あれはあれですごいよ、ね、3気筒だからね、はい、そう思うとやっぱりすごいですね、トヨタ。すごいよあれ3気筒、ねえ、3気筒でこんなトルクとパワー出るのっていう感じよ、はい、でちっちゃいから軽いし、はい、あの車もね、やっぱライバルいないとまたね、うん、あそこからなかなかこう進化しないかもしれませんから、やっぱりそうだ ね、まあ、だけどあれはあれで WR その WRC を目指してたわけだからさ、はいはい、そこで勝つことだけを考えて作られた車でしょ、はい、だあれはあれでありだよね、そうですね、世界でまあ戦うわけですから、そうそうそう、あれはすごいわ、 GR ヤリスは4駆ターボで速くて面白いっていうのはやっぱりこのやっぱエボインプがやっぱりこう、うん、ね、まあかつてはセリカもいましたけども、やっぱりこう日本のなんかメーカーが独自で磨いたこう文化みたいな、なんかそういうのありますね、あるね、それはある、今、ね、こうヨーロッパメーカーも、ね、今どんどん4駆が増えてきましたけど、うん、うわ、荒れた道でもいいですね、これ本当に26万キロかっていう、そうすごいですね、ほんとそう、うん、めっちゃいいなら、うん、しっかりしてるよね、しっかりしますね、うん、ボディのサスも、ね、でも硬いっちゃ硬いけど全然嫌じゃないですもん、これね、うん、嫌じゃない、ね、進路乱されたりしないし、うん、すごいなこれ、タイヤはね、なんかこうよくわかんないタイヤ履いてましたけど、そう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 、アジアンタイヤですけど、うん、アジアンタイヤでこれすごいですね、逆に、うん、立派これは立派、26万キロでアジアンタイヤ履いてこの乗り味はちょっとびっくり、うん、いいね、いいよね、これはちょっと普通の後方車では味わえない発見でした、うん、いいね、いい車作ってきたよね、もったいないよね、面白レンタカーさんみたいなね存在がこういう車の面白さをねやっぱり、うん、ね、一応こう伝えてくれると言いますかね、うんうん、車ちょっと買うのは今ね相場がちょっと高騰してなんか若い人買えなくなりましたけど、買えないね若い子たちは、こういうレンタカーが増えてくれるとね、そうだね、なんかねこれからねカーシェアが多いとかそういう話もありますけど、うん、もっとこういう車のカーシェアとか増えれば車の面白さをね、うん、今時の若い人が目覚めてくれたり、本当にこういう車乗ってほしいよね、ね、うん、振り返れば30年ですが、まあ、この車出たのは20だから25年、25年の隔たりがあります、だけど同じエンジンだよね、同じエンジンです、基本は DJ20、はいはい、ね、はい、ここから、はい、この細かったトルクから、はい、トルクモリモリパワー、はい、すごい進化だよね、改めてそうです ね、 本当にね、はい、このエンジンがなくなるのも寂しいし、はい、またこういうランエボが世の中から消えちゃってるってことも問題だよね、いや本当もう人類の損失だと思いました、いや日本の宝でしょ、いや本当そうですね、ランエボインプレッサって、うん、それがやっぱこうライバル同士が切磋琢磨して世界中の四駆を引っ張ってきたのかなっていうのは言い過ぎかもしれないんだけど、はい、やっぱこう曲がらない四駆っていうものを変えてきたのはランエボインプレッサだよね、だからそれがやっぱり世界中の四駆がこういうレベルになってきて、そしたらなんか元祖が消えてくって寂しいよね、いや本当に人生で多分一番エボに感動しました、乗ってみてどう、もうこのね26万キロ走ったレンタカーのこのアジアンタイヤでこの乗り味、うん、もうビビりましてですねエボ10こんな良かったのか、多分人生で一番もう今日がエボに感動しました、ああなるほどね、これがだから失われたことの悲しみがより一層深刻だと、ね、国宝ですよ、国宝、いや本当もう本当守るべき存在、ね、愛おしいランエボ、ね、はい、復活してほしいね三菱ね、もうね今からでもあるいは将来でもいいので、うん、はい、なんとかこの存在をね、はい、と思います、はい、あとはやっぱりそのなんだろうスバルの継続する力、やっぱりあそこから始まって進化した今時のインプレッサっていうね、このエンジンの凄さっていうものを改めてちょっとびっくりしました、はい、ということで皆さんもね本当にあのここに来ると面白いレンタカーに来ると何でも乗れますから、まあ、買うとね今時やっぱこういう車って 500、600万もするんで若い人には買えませんけれども、ちょっと乗ってみようかなっていうね、そのちょっとでいいから乗ってほしいなと思います。さあ今回のカープライムヴィンテージタイムいかがだったでしょうか、面白いなと思ったらいいねを押してください、お願いします、あとは登録もお願いします、登録してください、